るの？ありがとう。実は一人でちょっと心細かったの。村のあちこちで魔物が暴れてるみたい。協力して片付けちゃいましょう。ん？村人の身の安全が第一じゃ。魔物を倒し、すべての家を守り抜くぞ。じゃあな。ジェシカと言ったか。先ほどの魔法は凄まじかったの。あれだけの魔法の使い手はこの世界にもそうそういないわ。私の魔法の力は賢者と言われたご先祖様から受け継いだの。ご先祖様にはまだ及ばないけど、そう言ってもらえると嬉しいわ。まったく、ヤンガスったらちゃんと戦ってるのかしら。もういなけりゃいないでどうしてるか気になっちゃうわ。呪文と無知、素敵な組み合わせね。ねえ、今度私と手合わせしましょうよ。姫様、初対面の方にそのようなこと。手合わせくらいいいじゃない。ま、機会があれば付き合うわよ。ゼシカさん、いけません。姫様がその気になってしまわれます。ここが正念場ね。気合い入れ直して行くわよ。私の勝ちね。片付いたっと。片付いたっと。
当然の結果だ。俺に負けはない。